ね。まあちょっと実は、まあ、デュエマ始めてから、まあ、正直もう月1、はい、まあ、行くか行かないかぐらいのペースで、うん、まあ、集まってるというか、いやマジでそうっすよね。ね、まあ時間見つけてね、うんうん、でまあ遊んでる中で、まあ、よく考えたらもうなんか配信にいないのもなんか変だなみたいな。そんなことはない別に。まあ、そうだね。たまに違和感を感じて、なんでもらっていいのになみたいな。デュエマの時にいないのおかしくないみたいな。ね、こんななんか配信でデュエマの話をしてるのにあれ伏見さんがいないぞってなんだな。そうですね。なんかもう俺より詳しいのにね、デュエマは。全然。たまにその最低そうなんですかみたいな。いや、お互い最新弾のレアはちゃんと抑えてるからな。あ、何やるっすもんねみたいな。いや、筋トレは絶対見るじゃないですか。見てるかとか。筋トレはね。で、ワクワクさん見てるか。っていうくらい当たり前にそのデュエマの話がそう、まあ、できているというのを、まあ、我々は知ってるけど、その、うんうん、今見られてる皆様に全くその周知をしていなかった。まあ、確かに確かに。という状態だったんで、はいはい、まあ、じゃあ開けるかっていう。あ、その流れで、なんかパック開封って話があったんで、裏で開けるのかなって思ったんで、もう全然なんかいつも集合する場所に行くつもりだったんですけどね。あれ面白かったな。そう、じゃあ、あの何時にここでとかって言われて、そう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 。あ、リアル集合。何か勘違いされてらっしゃる。気づくさんがあれこれ配信の予定じゃないのって言ってくれて、あ、はよ、マジかって思って、どっちでも大丈夫って答えた流れがありました。そう、いいんですよ、伏見さん、なんデュエマは配信に載せて。マジっすか。いいんですよ。いいよ。いいのか分かんないけど、いいの。我々は向いてるんですよ、配信で。あ、そっかそっか。デュエマを。うわ。映りもしねえのに。何言ってるんだ私は。映りもしねえのにな。映、うん、すの大変だからね、どうしてもね。マジで本当、あの鏡のマジョリティはやったけどさ、まあ、まだ終わってないんだけどさ。あ、そうだ。カードゲームってやべえなって思った、本当途中で我に返って。なんで？これ知らない、もうずっと意味わかんないこと言ってるって俺たちって。あのゲームバカにできないのよ、普通に、はいはいはい、普通の人から見たら。あれですよね、確かにやってることは、うん、そう、やってることは。しかもあれで別にその考察する余地がないというか、うん、結構頑張らないと。そうそうそう、うん、いちいちググってもらわないといけなくなるみたいな。そうね、ルール把握するゲームですもんね。うん、謎のカードでないのに見てくれてる人のありがたさ、うん、すごいですよ。実感しますね、あれは。半年ぶりにやるマスターデュエルぐらい分かんないときある。あ、そうそうそう。あ、何このカードをかける50ぐらいか。そのムーブは何なんだって。初動のカード1枚のテキスト見てる間に3枚動いてます、動いてます。我々が知らない単語を一つ言ってる間に知らない単語がサンダリーがやるみたいな。結局うらら打てねえとか、何にうららうっていいのか分かんねえから、なんか Google で検索して何々弱点うらら打ちどころ、打ちどころ、打ちどころ、めっちゃ調べる、めっちゃ調べる。検索した方が早い、マジで。で全然止まんない。そう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 、今ミノヤがあるって聞いてないんですけどみたいな。あ、無理なんですけどそれって。っていうことを我々は強いていたんだ。うん、そうだね、客観的に見ることができたわけですね、本当に。いやでも、まあ、これから覚えてくれればいいから、はい、そうですね、うんうんうん、分かんないのは知らないといけないところありますからね、やっぱり。これがリスナーのハイパー逆転です。うん。もう分かんない。なんでいきなり突き放したんですか今。新システムっていう話は全くしてないのに。違う、別に何のタイもない。普通の言葉で、ハイパー逆転。ハイパー逆転は別に普通の言葉ではないから。普通の言葉で。聞かないからね。すごい逆転なんだね。そう、すごいこれから知識量が逆転していく。超と書いてスーパー逆転なんだね。デュエマ集まってからデュエマやる時間、日に日にじゃないけど、まあ、集まるたびにちょっとずつ増えてってません？あー、あー、確かに。でもね、ね、あー、そう、朝の電車で帰ったからね、この前ね。うん、あれ帰ってたよ、ね、あったね、うん、始発の時間とか見ちゃったもんね、まあ、うん、ちょうどじゃん。そうそう、ちょうど始発の時間だから帰れば。あれ、あれ、あれ、結構行かれてましたよね、本当に。行かれてやばかったね、めちゃめちゃ遅くに集まってね、夜集まって。そうそう、8時間ぐらいやってたんじゃないか。あれ、全然やってましたね、多分。8時間やってたよな、全員。マジで病気だと思う。
全く疲れなかった。疲れてなかった、うんうん、デュエパ多分1時間超えてましたよね。あれ平気で超えてましたね。すよね。あれだって5人いたからね、しかも。あ、そうなんですね。そうそうそう。だから5人以外にもね。なお。そう。なお。まあ言っちゃうと、うん、オリバさんがいたから。うん。いや、そう。無理やり。鏡くんが。うん、チャイク。またね。それできてくれて。デッキ上げて。あ、上げてた。デッキ闇超人。ちゃんとデュエパのデッキ上げてた。だってやってくれるかなと思って常に構えてる私は、うん、もうポケカやった後だからね、しかもね。あ、そうそうそう、チャイカチが連れてきてくれて、私がポケカで遊んでて、うん、誰か連れてこいって言われたから、うん、そんな言い方してない。そんな言い方、お前がなんか1時間も遅刻したから、その代償にさ、ニーティアに気使ってたから、集合時間になってもポケカやってたから、お前ふざけんなってもう集合時間なんですけど、俺のこと待ってると思わなかったんだよ、あれは。勝手先やってると思ってた。いや、まあまあ遊んではいますけど、全然でもですよ、ね。